こんにちは、ひろかわです、今日はカップ麺エビそばの一元の汁なしのカップ麺食べていきたいと思います。これは日清が出してます。いやい、エビそば一元っていうのは札幌発祥のラーメン屋さんです。混ぜそばは食べたことないんですけど、普通に店舗でも混ぜそばあるの。とりあえず食べてみたいと思います。後がけ液体スープ、後がけエビ揚げ玉、全部後がけ、先入れは火薬だけ、麺はこんな感じ。よいしょ、これで5分待ちます。私事ですが、ソファーを買いました。快適です。私、配達してくれる生協の届くっていうのを今お試しでやってるんですけども、あまり、なんていうか、自分には合ってないなというのをひしひし感じてるんですけども。感覚的には、イトヨーカドーのネットスーパー感覚で試しにやってみたんですけど、届くっていうのは、前の週に頼んで、で次の週に届くっていう感じなんで、ちょっと自分が欲しいなって思ってから忘れた頃に届くんなんですよね。で毎週その注文のカタログから商品選ぶんですけど、そのカタログが半端ない数なんですよね。これとちょっともうこれ見た目で伝わんないんですけど、結構重いんですよね。こういう感じ、ものすごい商品数。このカタログ見るのはすごい楽しいんですけど、なんか毎週この量の紙が届くのがなんかすごい資源もったいないなっていう感じがして、再生してもらうように資源ゴミっていうか資源ゴミの形で届くに返せるんですけど、それにしてもちょっと紙多いなと思って、私的にはあんまり合わなかったなと思って、お試しが終わったらやめようかなって思ってます。でもお子さんがいる人とか普段買い物に行くのが難しい人とかはすごいいいんじゃないかなと思います。私も今日仕事で疲れて帰って玄関に届くって玄関のなんか宅配ボックスみたいな感じにして届けてくれるんですけど、不在の場合はなんか助かったなと思いましたね。食材があるみたいな、疲れて帰ってきた時に食材が家の前に置いてあるとだいぶ助かりますよね。はい、じゃあ5分経ったのでお湯捨てできます。よいしょ。はい、麦茶のパック2回目使ったらあまりに薄すぎてほぼ水な麦茶です。お湯を切ってきたんですけども、これちゃんと商品名読んでなかった。一元濃厚エビ味噌混ぜそば、香ばしいエビ粉&サクサクエビ揚げ玉付き。もうとにかくエビというわけですね。はい、白飛びしてますけどこんな感じで、普通の汁ありのエビそば一元もカップ麺売ってるよという宣伝が書いてありますね。ちなみに店舗は札幌総本店、新千歳空港店、ここ行ったことありますね。新宿にあるんだ。東京にないものはないのか。はい、じゃあ最初にこの液体スープをかけて混ぜます。すごい、なんか最初出た液がエビ油みたいな透明なオレンジ色の液体でした。美味しいに決まってんじゃないですかね。もうエビでエビでエビですから美味しいに決まっている。もうすでにもうエビそば一元ですね。はい、今かけたとこ取れてなかったんですけど、エビ揚げ玉とエビ粉ふりかけをかけて完成しました。では食べていきましょう。エビそば一元混ぜそば、
エビの匂いしかしません。いただきます。うん、あ、もう匂いそのまんま、エビ麺ですね。エビを引き立たせる何か別の味が欲しいですね。なんか全部同じエビの方向性って感じですね。みんな同じ方向性の味がします。これふりかけも揚げ玉も味付けも、うん、これで辛くてもいいですよね。これで辛くてもいいですよね。ほぼ水飲むぎちゃう。私は先日レジ袋有料化ということでマイバスケットとレジカゴリュックを買った動画をアップしたんですけども、最近ゴミを捨てようと思う時にレジ袋をもらってないからゴミ捨てに使う袋がないなということに気づきまして、本当にないんですよね。普通の燃えるゴミは有料の袋を買ってるんですけど、普通の半透明の袋であれば何でもいいよっていう時のゴミの日に使うゴミ袋がないで、ゴミ袋買うかと思ったんですけど、でもそれじゃ意味が分かんないよなと思って、何のためのあれなんだろうと思って、かといってゴミ捨てられないのも困るから時々レジ袋買うしかないのかなみたいな、なんだかなって思いましたね。ゴミ袋のことを何にも考えてなかったです。あとこの間福原っていうスーパーでマイバスケットを初めて使おうと思ったんですよ。で張り切って自分の買い物のカゴの下にマイバスケットを入れて、すいませんこれでって言ったら、今やってないんですよねって言われて、マイバスケット断られたっていう。多分感じだとレジカゴリュックもいけないと思いますね。聞いてないんですけど、でも多分カゴがダメならリュックもダメだと思いますね。よくよく考えたらですよ、ポイントカードをもう店員さんに渡さないでバーコードの部分だけ見せて、もうなるべく店員さんと触れ合わないようにってしているお店もあるぐらいなんで、お客さんが持ってきたカゴとかお客さんが持ってきたバッグとかに店員さんが触れるのは確かに感染のリスク上がるよなと思って、なんか冷静に考えてそうだよなと思って、なんかいろいろやったけど、なんか結局いつも通りが一番いいのかなみたいな、普通にレジ袋買ってみたいな、レジ袋に入れてみたいな。でも結局その日は普通に買い物して、そのもう真顔でね、マイバスケットに、買い物カゴからマイバスケットに自分でこうやって入れてたんですけど、でも袋詰めよりは楽かなと思って、いいっちゃいいのかなと思ったんですけど、うん、どうなんでしょう。とりあえずこの混ぜそばは、うん、美味しいけど
何か足りないなっていう感じですね。もっと味にパンチあってもいいし、なんかエビっていう味です。うん、エビの味がするんだけどエビのしょっぱさがないって感じですね。なんかそう思うと商品開発って難しいですね。初めてお弁当に冷やし中華を持って行ったんですけど、家から作って普通に麺を茹でて、で水切って、あの水で冷たくした麺にごま油さっとかけて、でその上にラップをかけて具材を乗せて、で後からスープとかふりかけをかけるんですけど、ちょっとあのごま油が足りなかったのか全然かき混ぜづらかったんですけど、でも夏に冷やし中華のお弁当ってめっちゃいいなと思って、めっちゃおすすめです。うん、なんか揚げ玉美味しい、美味しい。最後に食べた大量の揚げ玉が美味しかったです。うん、というわけで、ものすごいエビ油、エビそば一元の混ぜそば、日清のカップ麺でした。ごちそうさまでした。じゃあまた。